さあ今日はですね、なんと白山と直接会って話をつけたいという方がゲストに。いやもういいよ、本当。疲れるわ。そんな人ばっかり。そんな人ばっかりですよね。敵しかいないからね。敵しかいないですから。本当の花つまみこの二人なんですけどね。どういうことじゃないんだよ。ほらということで今日のゲスト MC ナイツの土屋くんです、どうぞ。誰じゃないです。いや、ナイツの土屋ですって紹介されてきましたから。じゃあ白山バーカーを先にやらせてください。顔気づかれない話は後でやりますから。あ、そうなの。改めて経緯をね、はい、もう一回ちょっとちゃんと。そうですね、僕が2年前の、お正月に古い話だろ。これね、土屋さんとね、あと50年やってこうと思う。やりたくないんだよ。同じ教会なんですよ。いいよもう本当に。落語芸術教会なんですね。僕がもう入った当初から知ってる先輩なんですよ、前座時代から。そういう意味で言うと、大きい意味で言うと、年も芸歴も違いますけど、仲間みたいな感じで。仲間、上司だろ。上司っていうか、まあ先輩ですよね。でもね、愛があんまないんですよ、俺らに。なんか寄せに対する愛が。愛があるから今日だって来たんですよ。愛がなかったら特に共演 NG だよ、お前なんか。何も得しねえよ、こんなこと。なんか毎回お前とこう共演するとき、俺いつもなんか物申す側の立場。チャレンジャーとして来なきゃいけない。そうなんだ。確かにあいつが言い始めたことだから。そうだ、あんま一人で来ることないですよ。ないですよ。こんなとこ一人で乗り込みたくないですよ。しかもなんかあんま喧嘩慣れてない感じがすごいです。そうなんだ。バーカ喧嘩慣れしてないからボキャブラリーの引き出しが松之丞バカ野郎この野郎と白山バーカしかないですよ。一応だけどその言っときたいのはゲストなのに早く一番に来てるじゃないですか、誰よりも。ずっとバレちゃってるから待ってましたし、さっきもあのスタッフさんにあのファイティングポーズの写真撮らせてください。怒ってる写真撮らせてください。やらされると全部こいつの計算ですよ。だから僕にこういう慣れないキャラを、お正月に、はいはいはい、ね、お正月に会って、そのお前お子さんの年玉を渡したんです、はい、はい、これお子さんにっつって、ね、そしたら子供が生まれたばっかだったから、そうそうそう、ご祝儀でだよね。だから正月にですよ、本当僕もう繰り返したくないんですよ、はい、俺1日1回ナイツのこと考える時あるんですよ。ですぐに嫌な思い出だと思って食事してくれた。それは俺もそう。話を整理するとだね、うん、その要はお正月のお年玉としてあげたつもりが、こっちは出産祝いと受け取ったってことだよ。そうそうそう、確かにそのお年玉だよとは言わなかったです、うん、それは、うん、申し訳ないです、うん、でも、うん、あんまお年玉をお年玉だよって渡さないで。なんで今お前謝ったんだ。謝るところは何もないんだよ。いやいや、お前に非は何もないんだよ。でも謝らないと終わんないのかなと思って、いやいや、もう終わらせたいですよ、確かに、ね、もうこれ俺このくだりも何回も言ったんだよ。この話はウイカちゃんは知ってた？知りませんでした。全く知らない。知るわけないよね。マニアックすぎますよ。なんでこれを2年もしがんでるんか分かんないです。ずっとやってる。ずっとやめたいんですけどね。ずっとやってる。でも来てくれてわざわざありがたいですね。いや、そうね。そういうことだよ。もう最近俺本当に実は腹立ってるのはもう花輪さんに腹立ってます。なんで？いや、ラジオでの塩対応がすごかったから。花輪はこの話の時ちょっと引いてるよね。引いてるんですよ。いや、でもなんかね、うん、いや、そういうのってこうチームプレーじゃないですか。うん、引いたら。そのリスナーもそっち寄っちゃうから、はい、ゲストが浮いちゃうんですよ。やっぱ MC っていうのはゲストを引き立たせてなんぼじゃないですか。はあはあ、だから俺本当にだからこうラジオのダメだし、何様の何様なの。こんなに下なのに芸歴よくできるよね。やっぱ先輩っていうのはやっぱこう下を引き立てるみたいなのもセットだから。それできてないよっていうのをちょっとね、公の電波で言ったかなっていう。まあまあそうですね。長いんですか関係は、お二人は。いや、だから最初は前座に入った時からです。いや、だからそういう意味で言うと、俺実はナイツさんに頭上がんないとこいっぱいあって、うん、二つ目っていうのになってからすぐにゲスト呼んでいただいたんですよ、演芸のね、独演会の、はい、でそれで俺講談って果たして受けんのかなみたいな。でやっぱりナイツさんとかって若いお客さんも多いから、この一流のこのなんか今第一線の人のお客さんの前で講談みたいな古めかしいものが
果たして喜んでいただけるのかなと思ったら、なんか思ったよりもその日いい感じでお客さん優しくって喜んでいただいた時にちょっと自分の自信になったっていうか、あ、講談って現代でも通じるんだっていう、だからちょっと恩人なとこあるんですよ。その恩人に俺こんなに弓を引くのかなっていう自分で今もらった時さ、そんな大金入ってない、そこは問題なんだよ。だから分かるじゃん、そのポチ袋が、ポチ袋でしょ、いわゆるドラえもんのポチ袋、ドラえもんのポチ袋、ご祝儀袋じゃないんだよ。そういうディティールは細かくなくていいんじゃないですか。いやいやいや、なんかふわっとしといた方が面白いことっていっぱいあるから。やだよ、もう乗っかりたくないよ、もう勝とうとするから。出産祝い1000円に乗っかりたくないもん。いや、僕思ったのは、もうあの今日で終わりにしたいなと思いましたね。やっと、確かにね、ようやく気づきました。ようやくね、なんかすいませんと思って、土屋さんの無駄遣いだわと思って。ハクさんは後輩にあのお年玉とかあげるの？もちろん、まあ、それもまあ礼儀としてね、いくらいくらあげてんだよ。僕2000円ですね。2000円じゃねえか、同じ学生やね。あんまりはみ出しちゃいけないんです。上げすぎても調子乗ってるになるんだ。俺が1000円だからっつって、なんかね、その1000円の格差をつけようとするところとか嫌いなんだ。いや、だからナイツさんの格で1000円はないだろみたいな話はまあちょっとしてましたけど ね。ウイカちゃんとかはあげたりするの？あげたことないです、お年玉。そんなのないもんね。芸人の世界独特なところがあるかもしれない。芸人の世界は正月寄せがあるから、必ずそこでそのやり取りが必ずあるから。ナイツなんか結構あげんじゃない？そしたら、いや、もうでも白山と一緒です。やっぱ教会に入ってると、教会の前座さんとかお囃子さんとかに、あの全員あげるんです、みんな。お囃子さんにもあげる。あと事務局員にもあげるんですよ。あれ、なんで事務局員にあげなきゃいけないのかって思うんですよね。スタッフさん、スタッフ、スタッフさん、60過ぎのおっさんにあげるんですよ、俺が。事務局員とかやっぱ上の人がいるから、関係なく、そうなんです。まあ、そういう慣例なんかしょうがないですよね。そう芸人特有だろうね、きっとね。緊急告知。何かと問題を起こす白山先生、今度は特番でこの人と対決だ。なんと落語家の立川志らくさんが登場。トレンドに入れ。この二人何かと揉めてるから大変なことになりそうだな。6月27日日曜日、何かが起こる。お年玉だけでじゃあ結構かかるでしょ。もらう場合もあるけども。そうですね、出すだけでも。はい、それだから花さんがいつもなんかこう袋に入れて、やってて、あのその半分の額をいつも言われます。あ、はい、だからそれも花輪が全部やってたの。そっか、花輪がやってる。そうなんだ、意外だ。僕はそのだから、あの教会に、教会にそのまま、まあ、5万だったら5万を渡して、で教会が勝手にこう配ってくれてるんだと思ってたんです。ああ、なるほど。実は花輪、実はちゃんと花輪さんが一人一人名前書いて入れてっていうのをやってたんです。知らなくて、ただ金額入れてるだけだ、入金制だと思ってたんです。勝手にやってくれてるんだけど、入金制みたいな。そんなだったらもうやめ、自動引き落としだと思ってた。自動引き落としだと思っちゃう。もらったものを後輩にあげるんですよね。それってなんかぐるぐる回ってるだけじゃないですか。別にその仕組みもいらなくないってちょっと純粋に思っちゃうんですけど。まあまあ、子供だったら ね、もらえて嬉しいけど。あの大ベテランの師匠が前座に何々さんへって書いて、そのわざわざ時間を惜しむとき、その一瞬を師匠が、あ、俺みたいな名前を知っていただいたんだとか考えていただいたんだっていうお金じゃなくて、その喜びなんですよ。思いなんですよ、書いてくれてる。それがかけらもないよね、君にはね。いやいや、それ入金の様子もいるでしょ。でも俺なんかはそういうのやんないんだけど、はい、お正月たまたま番組でたけしさんとかに会うと、たけしさんが必ずたけしさんの自分の絵のポチ袋持ってるの、自分が描いた絵のポチ。うわ、嬉しい。それにね、入れてくれるんだよね。ありがたいよね、ああいうのは。それはもう土屋さんもらってるんですか？年玉はないですけど、だ、まあ浅草はもう あれなんで、お店が捕鯨船があるんで、そこに行くともたけしさんのおごりで芸人だったら飲めるっていう。最近そこに清さんが来るようになった。捕鯨船の親父が怒った。清が来んだよ最近。清と船長が来るようになっちゃってさ、みたいな。奢ってもらえるからね、大ベテランで。そうそう、面白いわ。